こんばんは。こんばんは。こんばんは。応援お疲れ様でした。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。たい焼きが。こんばんは。公演楽しかったよって。よかったです。どうも。公演はアーカイブで見ますって。ぜひサラも見よう。なんかエディオンは久しぶり、ほぼもう1年、ほぼ1年じゃないね、1年以上かぶりのエディオンで、エディオンでは船と全然照明が違ったので、照明が熱かったんですけど、なので見てみたいと思います。明日、多分明日の12時に出るかな。毎日可愛すぎてエネルギーチャージです。あら、ありがとうございます。DMM 見たよ。ありがとうございます。今日は公演ありがとう。楽しかった。よかったです。モレルエディオン。そう、モレルって前回の1年以上前のエディオンの時は思ったけど、今回はまだ見たことないので分かりません今回はまだ見てないので分かりませんが、スクショも見てないのでちょっと今回はまだ分かりませんが、明日どうせ見れるので明日見たいと思います。光の感じ違ったでしょ。なんかね、熱いんですよ。でもその分そう、明るい時はね、明るい分熱いんですよ。明日見させてもらうねって。サラも明日見ます。土日の暇な時にぜひ見てください。ポンポン隊可愛すぎる。あら、顔がよく、そう、なんかね、 DMM は DMM のカメラがっていうよりも、多分今まではあれが暗かったんですよ。船が多分なんか船の照明なのか何なのか、ちょっと船が暗かったんですけど、でも今回は暗くはなかったですね。そう、次はね、ゲバントホール初めて行く。2期生は先輩がツアーとかで結構回ったりしとったとこですね。竹内先輩の衣装めっちゃ好き。あ、そう、メールで送った。でも空はそんな暑くなかった。暑いよりもあの音が出るところの真横、端っこのステージの端に立つ時、木体とかがめっちゃうーってなるうるさいってなるぐらいめっちゃ音がね、しましたね。あ、いっぱい、あ、いっぱい。五次元のレッツさん、のみみずさん、あなたは、浅香さん、ハート、マー君、三号さん、西 NP さん、お疲れギフト、おいでます元気さん、バラ、ゆうちゃん、たい焼き10個、たい焼きありがとうございます。Q
昨日クロワッサンたい焼きを食べました。メールで送ったけど、スマイルさん花束、ニシエヌピーさんもたい焼き重ありがとうございます。ひろしさんハート、ディーネさんお疲れギフト、トトイタロウさんありがとうギフトありがとうございます。あら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個、10個じゃないね、100個、セリアさんたい焼きタワー、たい焼きタワーありがとうございます。たい焼きタワーよいしょ、ちょっと止まっちゃった、ちょっと止まっちゃった、セリアさんたい焼きタワーありがとう、今から書きます。岐阜の菅さんたい焼き重ありがとうございます。くまぴさん、くまさんたい、ん?たい焼きタワーありがとう。くまさんたい焼きタワーありがとう。たい焼き、たい焼き嬉しい。ピロシさんたい焼き重ありがとうございます。ポポさんもたい焼きありがとうございます。ありがとうございました、うん、あ、下番とは椅子が豪華、あ、そうなんですね、そう、まだ未体験の、まだ未体験です、下番とホールは。いやサフィア汗かいてる、そうでもさ、 あんま汗かかんけど、なんか顔がなんか先輩のを見たりとか高尾さやかに聞いたらなんか顔がめっちゃテカるよってエディオン言っとったけん、そうテカらんように気をつけてました。パウダーをねこまめに塗って。たい焼きタワーお腹すくね、昨日はいなり寿司、そう昨日いなり寿司、いなり寿司っていうかいなりの日、今日もじゃない、今日はおにぎりの日、今日も美しいです、ありがとうございます。あら、マー君3号さんもたい焼きタワーありがとうございます。たい焼きたくさん達成できるかな、嬉しい、ありがとうございます。クロワッサンたい焼き美味しかった、初めて、何気初めて食べたけど美味しかった。でもやっぱ一番は普通のたい焼きが一番美味しいけど、そりゃもちろんたい焼き屋さんのたい焼きが一番美味しいのはもちろんなんですけど、でもクロワッサンたい焼きは周りにザラメが、ザラメ?なんかザラメ?なんか砂糖がついとって美味しかった。そうなんだ、上手が多、そう上手多いね、僕たいさら下手がちょっと少なめ。
お腹鳴った。でも消化音です。今日いっぱい食べたから多分消化されてます。6月18日か。ゲバントマーカリンだ。今日も美しい。あら、ありがとうございます。たい焼きでなんかイベントあるんだっけ。なんかこのたい焼きギフトがまたいつも通り2000個かな、なんか達成したらフルーツ、高級フルーツ大福がもらえるんだって。この前差し、なんかそれこそラストシップツアーの僕隊の時に差し入れでフルーツ大福をもらったんやけど美味しかった。その時はまあ1個しか食べれんかったけど、キウイ味美味しかったんですよ。セリアさん、ありがとう。ありがとうございます。デジャビの時なんで舞台袖に向かって笑ってた。なんかね、マネージャーさん、女性のマネージャーさんがこうやって手振ってきて目合って笑った。そう、たい焼きギフトやけどたい焼きをもらえるわけではないんですよ。そうそう、相変わらずズベ、あ、べっぴんさんか、ズベッピンさん、べっぴんさんありがとうございます。そう、たい焼きなのにね、たい焼きギフト、たい焼きギフトなのにたい焼きじゃなくてフルーツ大福が、あれ、フルーツ大福が、あー、わお、たい焼きがいっぱい、たい焼きがいっぱい、いっぱい。たい焼きいっぱい。ありがとうございます。たい焼きラッシュが。たい焼きラッシュがすごいね。顔が見えん。顔が見えたなと思った。ありがとうございます。たい焼き祭りだ、わしわし、ありがとうございます。もうなんか分からんくなっちゃった。あ、高級じゃなくて豪華、豪華、うん、豪華ね。そう、ちゃんとあの糸できる高級、まあ、それ高級、なんか糸できるやつだったんですよ。反転するようになったの、ショールーム。そうなの。あ、これはおにぎりよ、今日はおにぎりの日やけん。ちょっと待って、なんか気づかぬうちにいっぱいたい焼きがいっぱい来ているので、ちょっと待ってください。一旦メモらないとかわからないみたいな感じで、たい焼きと、セリアさん、さやまっちゃさんもたい焼きありがとうございます。ポポさんも、ピロシさんもたい焼きありがとうございます。なんか
タワーなんか 2.5 タワー 2.5 本分ぐらいのたい焼きタワーありがとうございます。くまぴさんと、うん、ギフトがちょっと待って全然わからない。ちょっとタワー自己申請してほしいな。ミシェルピーさん、たい焼きタワーありがとうございます。マイルさん、かわいい人。浅香さん、あ、うん、浅香さんもたい焼きタワーありがとうございます。ありがとうございます。にゃんさんもたい焼きタワー待って、たい焼きがもう何百匹も。にゃんさんありがとうございます。ゆうちゃん、たい焼き、とっとりたわさん、たい焼き、たい焼き中、ありがとうございます。めっちゃある、ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと除湿をします。ありがとう。よし、書きながら話そう。そう、たい焼きたくさん、何の話だったかも忘れちゃった。そう、もう最近暑い。だから今日は雨、広島だけかな、雨だったのでね、雨だったので、あ、そう、今日前髪分けなかったんですよ、公園で。僕大体こんな前髪したの初めてかも。しかも多分これはあんま気づかんかもしれんけど、毛先をいつも内巻きにするけど、それもしなかったんですよ。だけどそれも含めてちょっといつもと、もしかしたら今日の DMM の移りが違ったかもしれないですね。そう、髪の毛も変えたいよ、地味に。そう、まっすぐにしてみた。そう、なんか前髪をね、分けようと思ったんですけど、雨で湿気がすごくて、もうなんか雨の日ってさ、すごい嫌なので、もういいやと思って分けるのやめました。むっちゃまんじゅう、むちゃまんじゅう食べたい、むちゃまんじゅう食べたいけど、広島にできたらしい。あ、関東も雨なんだ、全国的に雨なんか。なんか目元、なんか最近千穂さんになんか似とるみたい言われるけど、はってなる、嬉しいけど、いいけど見てどこがあったの。ありがとうございます。今日千代さんが夢に出てきた、内容は教えんけど。
1644個まで来てる。ありがとうございます。2000個で達成だし、でも今日までではないけど、この間さ、この間初めてサラピの CM 見た。ああ、B スタイル。似てませんって。そんな否定せんだよ。さ、調査のこと好きなのに。似てませんってそんな否定性でもいいよ。でもさえも似とるとは思わんけど、自分でも思わんけど、嬉しいけど思わんけど、なんか否定されても困る否定されても困るし、似てるねって言われても困るし。まあありがとうございます。まあ見え方は人それぞれなんでね。内容を想像します。想像してください。くまぴさん、たい焼きた、あ、泳げたい焼きたわ、ありがとうございます。なんか暗い、あ、なんかこれ入れたら暗くなるのか。ありがとうございます。最近サラピが夢に出てこなくて悲しみ。出演料をいただきます。さらにもしサラが夢に出てきても、夢に出たよって言ったら出演料を払っていただくことになるので言わない方がいいと思います。黙っとけばバレないのでね、黙っとけばいいと思います。岐阜の菅さん、たくさんたい焼きありがとうございます。たい焼きたくさんありがとうございます。たい焼きを食べたくなりますね。おいでます元気さん、たい焼きた、ありがとうございます。ありがとうございます。たーくん、たい焼きありがとうございます。日曜日まで。たい焼き一個で勘弁してオファーしたいです。面白い、むしろ払いたい、払います、出てきませんって。面白いね、面白いね。先払いか、先払いしていただけるんですか。たい焼き何個で、そらめっちゃたい焼き好きキャラみたい。まあでもたい焼き好きなんですけどね。洋菓子ではマカロンやけど、和菓子に入るかな、ではたい焼きが一番好きぐらい。
あるかも。以前サラピが夢に出てきてお話を積みました面白い。全然出てくれませんね。全然考えてくれてないっていうことじゃないですか。ちょっと知らないけど、ありがたい焼き。白間ミルさんの生自身で出てくれますかって。全然出ます。ちょっと意味のわからん適当なことを書いています。ペイペイ使えますかって言えば、咳払い？どういうこと？咳払い？詐欺払いじゃなくて咳払い。暗くなる。これ入れたら、まあいいか。マー君3号さんありがとう。おにぎり、ありがとう。ちょっと適当なことを書いてしまいました。うん、そう、たい焼き結構好きです。そんな好き、うん、よく食べる。もらえるのはフルーツ大福やけど、ギフトはたい焼きっていうちょっと謎な仕組みですね。一時期サラピに説教される夢みたいな、やば。説教されたいっていう願望が出てるんじゃないですか、夢に。枕の下に生地芯を入れて寝る。でもそれでも、それでもそんなんで出てくるか。1815個になった。あら、ありがとうございます。あの無料のたい焼きも、多分無料のたい焼き、そのたい焼きをどこでゲットするのか分からんけど、無料のたい焼きでも多分達成のあれになるので、持ってる方いればぜひください。あ、ん？
かーくん、たゆきタワーありがとうございますと、にせぬぴーさん、またまたたゆきたくさんありがとうございます。ありがとうね。もう達成しそう。 ありがとうございます。そう、やばやば、たゆきいっぱい、ありがとうございます。あ、おまけなんだ。もう行った。じゃあもう間に合わなくて、え、うん、いちご大福好き。いちご大福は正月に作ったぶりかな。いっぱい、みんないっぱい、ありがとうございます。たい焼き嬉しく思います。フルーツ、あ、そう、お肉も、お肉もね、もらったんよね、確か。確かっていうか、届いた。まだ開けれてないけど、あんま家におらんかったけんさ。あんま家におらんかったけん、開けれてないけど。ちょっと後で見てみよう。肉届いたんです、そういえば。忘れとった。忘れとったっていうか、家におらんかったけん、忘れとっただけやけど。じゃん。シェヌピーさん。たい焼きタワー。ありがとう。しゅどっちも今日こうか、カシ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 、ありがとうございます。またまた、オカピーさん、たい焼き、たい焼きたくさんありがとうございます。カニカマさん、カニカマさんも、マジスカさんも、たい焼きたくさんありがとうございます。これもう達成したんじゃない？達成したんじゃない？そうそうそう、ちょっと後でお肉見てみますね。もうこれもう達成したんじゃない？もうちょっととりあえずもう多分分からんけど、時間ちょっとあかんとさ、多分分からんけど、ゆうちゃんまたまた、たい焼き、たい焼き十分、ありがとうございます。反転治ったんだって。多分サラノは反転してないっぽい、もともとちょっと分からんけど、あ、書きます。あ、そう、 AKB 新聞さんの、 AKB 新聞さんのやつがのチェキ、なんか前あの CM のやつで取材してもらったやつのチェキ応募が今日までなんですよ。なので、そう、今日までなので、ぜひよろしければ、あの AKB 新聞購読している方は多分応募できるので、チェキ応募してみてください。多分23時59までやったと思う。まだしてない方いたら今日までです。あ、そう、カッポイントってやつで応募できるやつが今日までなので、応募されてみてくださいな。
坂さん大変来たありがとうございます。ありがたわありがたい焼きありがたい焼き。アップデートしてないです。あとツアーの初日の山口もただいま絶賛受付中です。ツアーは側はみんなに見てほしいところポイント盛りだくさんなのでぜひどこか一つだけでも来ていただければと思いますね。現場初めて応募して、おセトリ知りたい。セトリね、お楽しみに、お楽しみに。でもみんながっていうかサラのファンの人が喜んでくれる内容も多いはず。よいしょ、達成した？あ、ありがとうございます。イエーイ、達成ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。たいやきたせいたせいありがたいやきダジャレとか好きじゃないのに、ありがとうございます。もぐもぐ配信楽しみとか言わないで、そういうの言われるとね、やりたくなくなっちゃうんですよさ楽しみって言われてもやりたくなくやる気を出せちゃう人なんで言わないでください。この中で楽しみにしていてください。でもぜひ、うわ、いっぱい、ありがとうございます。そうなんよ、なんか楽しいんだなって言われたら、やる前提で言わないでよって思うからそうめんどくさいね。
ちょっと後でお肉見ます、開けてみます。サイコロステーキにしたんやけど、そんな、なんか今考えたらそんな分厚くなかったなってちょっと思っているんですけど、どうでしょうね。おいでませ元気さん、ありがとう、やったわ、はい、もう暗いよね、ちょっと。やったわ、料理配信なんか見たくないんだからねって。じゃあやらないんだからね。次。ステーキのもぐもぐはちょっと。じゃあ食べないんだからね。あ、そんな分厚くないとか今言った？ごめんなさい。ちょっともう頭回ってないんで。変なこと言っといてもまあ気にしないでください。あれ私。違うんですよ、なんか。違うんですよ。今届いたお肉考えてみたら確かに私はそういえばいきなりステーキ間違ったサイコロステーキを頼んだよなと思って、でもそんな加工肉じゃないからさ多分。お肉じゃないから、まあでもそう、分からん、ちょっと見てみないと分からない、もしかしたら違う肉が来とるかもしれんしさ、分からんけど、何が正解、何も言わない。コロッケ届いたかもしれん、もしかしたらコロッケは頼んでないけど、コロッケが届いたかもしれないですね。パックありがとう。ありがとう。マークン3号さん、ニャンさん、何やったっけ、落眼ありがとうございます。見てこれ、じゃーん、ほら、こんなもんか、いつ食べよう。でもね、7月7日まで七夕まで持つから、
そんなそんな、あ、なるほどね。あ、ちゃんとちゃんとちゃんと、あ、ちゃんと、いきなり、いきなりまたいきなりこれ、いきなりステーキ、また違う、ちゃんとサイコロステーキだ。これが 200g か、ペロリだね、 200g なんて。届きました。肉、肉もありがたい焼き、ありがたい焼きじゃない、肉もありがとうございます。おー、いきなり、まあ、サイコロステーキ、サイコロステーキ、皆さんギフト投げて、何のギフや、何のギフ何のギフトやったっけ、これは何のギフトを、これは何のギフトやったっけ、これは何の、何のギフトやったっけ、ああ、あ、何のテント、あ、テント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 か、テントギフト投げてくださりました方々、ありがとうございました。お肉が続きました。今日は食べないよ、いつか食べる、気が向いた時。ホットプレートがあるので、配信するとか言ってないけど、ホットプレートで食べます。やばい、冷凍、冷凍、そう、冷凍、冷凍、まあ、届いたばっかり、届いたばっかりって言ったらもう1週間ぐらい経ったけど、そう、冷凍です。腐ってないよ、食べます。で、今度ちゃんと、今度ちゃんとあれが届くもんね、あれも届くよね、なんやっけ、で、フルーツ大福が今後また届くみたいで、お皿、お皿も、お皿も届くんか、皿も届くんか、皿、皿も届く、白っぽいお皿、あ、メロン、あ、そっかそっか、あれはメロンパン、パン祭りのやつか、それなら、そのお皿を待ってからでもいいけど、そのお皿はいつもらえるんやろ、その、あ、確かにそのお皿が7月7日までにもらえるなら、それまで食べるの我慢して、配信配信するとか言って、7月7日までにそのお皿がもらえれば、そのお皿で食べれるけど、どうやろう、もしかしたら、もしかしたらありえるかな。20世紀ともちゃん、ありがとうございます。なんか白っぽいお皿ってやつなんか白っぽいお皿ってやつがもらえるみたい。肉までには間に合わんか、まあ、間に合わなそうやったらどうにかします。そう、7月7日まで待って、持つよ、お肉。吉田沙羅ってバカにしたな。
ショールームの笑い物で生活できる。まだそんなあれはないかな。そこまではないけど、本当ね、食食べ物がたくさんたくさん、ありがとうございます。焼き加減はレア派、レア派、レア派です、レア派です。圧倒的、なんか硬い、なんかもう焼けてますって感じのやつよりも、なんかあんまり焼けてないっていうか、焼けてないけど高級なやつやけん食べていいやろうぐらいのやつが好き。マジスカさん、かわいい歌ありがとうございます。あ、大福の時にそのお皿、確かにそれでいいね。でもな、まあいいか、それでいいか。そう、焼いてないやつほど柔らかいのでね、美味しいですよね。そう、赤身肉、最近赤身肉を食べたくなることが多くて、一昨日、昨日は、でも昨日は豚だ、ポーク、昨日はポークなんですけど食べました。めっちゃ安かった、なんか豚やけんかな、なんかポークステーキめっちゃ安かったんですよ。そう、鶏肉とか豚肉はなんかちゃんと焼いた方がいいって言うよね。最近馬刺し食べてない。馬刺しはなんか年末じゃないな、12月ぐらいに見てじゃない、食べてあ、そう、食べて、でなんか食べたら、何のロケやっけ、ロケの前日にまあ普通に食べたんですよ。そしたらなんかお腹壊して、多分一人でこれなんか期限が切れると思って、これぐらいの大きいなんか馬刺しのブロックのやつを、そう、実家からもらって帰っとったけん、そう、持って帰っとって食べようと思って食べたら、ロケの当日の朝になんか胃が痛いとかっていう、なんかお腹が痛いとも違って、お腹壊すのも可愛いぞって、いやなんかね、お腹壊すっていうよりもなんか吐き気がしたんですよ。なんかお腹が壊れるとかどうとかよりも吐き気がして、どうしようと思って、でもちょっとね、このご時世やし、どうしようと思って結構焦って、あ、そう、なっちゃんとのロケの日だ、なんやっけ、熱血テレビのロケの日やったけん、やばい、どうしようと思って、とりあえずあの熱だけ測ったらなかったけん、もう大丈夫だと思って、もう行くし、とりあえず行くしかないけん、そう、行ったけど、行って、まあ行って着いた時にはもう治っとって、あ、もう大丈夫か、さ、意外とね、意外とっていうかさ、本番に強いタイプなんですよ、きっと。なのでなんか、あ、お腹痛い今日とか思っとっても、まあ公演始まったら大丈夫やし、体調悪いかと思うとか思っても、人に会ったらね、なんか治るんですよ、やけん大丈夫かなと思っとって、そうで、そしたら治ったんですよ。治ったと思って調子乗って、なんかその日の弁当が美味しそうなハンバーグで、調子なんかちょっとしか食べる気なかったけど、食べてみたらめっちゃ美味しくて、調子乗って食べたらまたちょっと胃が痛くなったけど、まあなんだかんだで大丈夫でした。全然大丈夫でした。大丈夫。そう、根性がね、ただあれですよ。知らんけど。時
時だけはどうしようもさらわないんですけど、それ以外はね、体調はどうにでもなるタイプの人です。そんな体調悪そうには見えなかった。その日は、その時は多分胃がどうとかよりも、あれがやばかった。寒すぎたんですよ、教会が寒かった。あの頃はね、あの日、あの時はね。今はもう暑いけど、普段胃もたれはしないですね。甘いもの食べすぎたら、サラは甘党ではないので胃もたれします。しょっぱいのの方が永遠に食べれる。そう、食べ過ぎたんですよ多分。一人で1ブロックも食べるものじゃないよって、お腹壊れたっていうのをね、お母さんに言ったら、そんな一人で一気に食べるものじゃないよって言われて、冷やし、なんか馬刺しはお腹を冷やす、なんか力があるから、それでお腹が痛くな、なんか多分冷えすぎたんでしょうという感じでしたね。ハンバーグ食べちゃう、あ、そういうことね。そう、ハンバーグ食べた。ハンバーグ食べました。それから食べてない。でもそれでお腹壊したけん食べたとかじゃなくて、それでちょっとその時、まあそんなさ、スーパーとかに簡単に売ってないので、馬刺しは。そう、実家帰ったりしたら食べる。馬刺しと生姜とネギで食べる。ネギ、玉ねぎで食べたら美味しい、馬刺しは。そう、本場は熊本やけん、福岡近いけん売っとるのかな。そう、そう、お大事にって。今はもうね、大丈夫です。遠い昔の、かれこれ半年ぐらい前の話なんでね。やば、半年も前、やば、半年も前の話、びっくりだ。ね、熊本行きたい。熊本の牧場にも行きたいな。何年も行ってない。私食べたこと、食べた方がいい絶対。馬刺し食べるとき暖かいの、確かに。しかもあの頃、確かに12月で冬でただでさえ体冷えとるのにっていうので、多分冷えたんやろうね、きっと。そう、半年前ですよ。だって2021年ももう半分ですよ。やばいよね、そう考えたら。牧場が好きっていうよりも、なんか牧場にあるジェラートとか、そういうソフトクリームとか、そういうものが好き。美味しいじゃないですか、出来たてほやほやで。そう、台湾カステラを買ったんですよ。本物ではないけど、本物っていうか、なんか本物っていうかね、あの、なんか今流行りの台湾カステラ、ご存知ですか？本物っていうか、あ、なんかその専門店ではないんですけど、パン屋さんに、うわ、台湾カステラが売ってたんですよ。
これなんか本当はなんかもうねブルンブルンなんですよ、なんかブル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 みたいな、ふわふわ。台湾カステラ調べてみてください。台湾カステラはこの今流行り、もうタピオカじゃなくて今は台湾カステラ、これのなんかあのリクロージさんのチーズケーキみたいになんかボー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 ってふわふわした、なんか普通の長崎とかによく売ってるカステラよりもふわふわなんですよ。これ買ったんよ、そうそうそう、そうなんです。これをね、今の流行りに乗りたかったら台湾カステラを食べとけばいいと思います。福岡とか、あとはもう関東とかにはいっぱいなんか専門店ができとるらしいけど、広島にはまだ一個なんかホテルかなんかで食べれるらしいけど、まだ専門店は上陸してないけど、多分2年後ぐらいに上陸するんじゃないかな、広島にも。2年後はちょっと言い過ぎか、1年後ぐらい、半年後ぐらい。そう、福岡にもなんか1店舗かなんかできたらしい。あ、そう、マリトッツォも流行っとるけど、台湾カステラも流行ってます。タピオカ、バナナジュースで今が台湾カステラと、なんやっけマリトッツォ。マリトッツォはまあでもパンです、パン、普通にパン、パンの中に美味しいクリームが入ってるって感じ、ほぼ普通にパンって感じ。パンです、あれは。初めて聞きました。マリトッツォ、マリトッツォ知らないのって言われたら、マリトッツォはまあパンじゃんって言っとけば、普通にパンだよねって言っとけばいい。マリトッツォ、マリトッツォめっちゃ流行ってる今。写真撮ったっけ撮ったや、ブログにはまだ載せてないけど、マリトッツォはまあパン、まあ普通にパンなんですけど、パンの中にクリームが入ってます。っていう食べ物です。これだ、こういうやつです。なんかこう周りのパンの中にボンってクリームが入ってる。そう、マリトッツォ、クリームパン、ではないかもしれんけど、マリトッツォ、なんかね、どこやったかな、フランスかなんか、どっかその辺の、フランスかな、どこやったかな、なんかね、そっち系、イタリアかな、なんかその辺、あ、イタリア。マリトッツォはイタリアのローマを、ローマだって、のイタリ、ん、ラツ、ラ、ラティオ、ラツ、ラツヨ、ラツヨ、ラツヨ、あ、痛い、ラツヨ、ラツヨ州っていうところの発祥、伝統的なお菓子らしい。多分たい焼きがフランスで流行るみたいなもんじゃない、わからんけど、たい焼きが福岡なのかわからんけど、福岡じゃない、日本かわからんけど、そう、イタリ、違う、あ、そう、イタリ、痛い、あの今日公園でちょっと足が擦れてね、皮が剥がれてるみたいな感じ。マリトッツォも今の時代流行ってます。そうそう、そうそう、っていう話でした。じゃあランキング読もうかな。8分、8分
10分になったらランキング見ます。どこけなんかあの靴ずれみたい なんか靴ずれしやすい足なんですよ。でなんか足の皮が剥がれてね、なんかが、まあ、見せないんですけど。勉強になりました。よかったです。それはしたかぶりできるよ近所のおじさんにも教えてあげよう。ぜひ教えてあげてください。マリトッツォっていうのが世の中で流行っているんだよって。コシエのムティエタカデさん、台湾チームさん、ギフトありがとうございます。そうそうそう、自慢できるよ。新の流行り、お風呂絶対お風呂しみるよね。こういう足靴ずれってさ、なんかこう皮が剥がれて、あの中のこのここみたいな、そんなに中の赤いのが見えてるんですよ。絶対しみる、絶対しみる。めっちゃ嫌な顔してしまった。絶対しみるよね、うん、最悪だ。またなんか、え、なんかできたとかじゃない、靴ずれが、ね、靴ずれで足の皮が剥がれちゃって、これぐらい薬塗ったらいいかな。見せれんな、そんな足上がらん。タムソンさん、台湾チームさん、ギフトありがとうございます。誰かの配信にマリトッツォ知ってるって聞く人いるという予想。マリトッツォじゃないよ、マリトッツォ、ツォ、サチツ、アイウェオの小さいを、ゾゾじゃないよ。そんなこと言ったらもう知ったかぶりがバレバレになるよマリトッツォ。僕体って激しいので、僕体が激しいというよりもさらに靴ずれが激しいんですよ。靴ずれしやすい足なんですよ。ではランキング見ます。そうです、48位サーティーさん、24位ありがとうございましたさん、13位のミミズさん、12位ピロシさん、11位オカピー、30位ユウちゃん、9位ギフのスガさん、8位ニャンさん、7位おいでませんゆきさん、6位アサカさん、5位マー君さん、あ、間違った、8位ニャンさん、7位おいでませんゆきさん、6位アサカさん、5位マー君3号さん、4位セリアさん、3位タくん、2位ニシエヌピーさん、1位クマピさん、ありがとうございました。大福おめでとう、大福ゲットしました、ありがとうございます。やたきやたき、ありがたい焼き、ありがとうございました。では終わります。あ、クマピさんいっぱい落眼ありがとうございます。ということで終わります。ありがとうございました。